シースター、S50、Q&A138、質問、回答、コメントはありますかここに投稿してください。こんにちは、私はフランスから来ました。あなたに直接注文した場合、追加料金、バット、通関手続きなどがかかることを予期すべきでしょうかまた、新規注文の配達予定時間は、現時点で何時ですかご回答、ありがとうございます。こんにちは、ジェローム、はい。 EU のお客様には追加料金が適用されます。申し訳ありませんが、かなりの予約注文の列ができているため、現時点では納期について正確な見積もりを提供することができません。ただし、8月以降は生産が追いつくと予想されており、配送プロセスの迅速化に役立つことをお約束します。ご理解いただきありがとうございます。シースターは8月初旬までに香港の購入者に出荷できるでしょうか アフリカへの旅行があり、その旅行にシースターを持っていきたいと考えています。それは私にとって重要です。こんにちは。公平かつ順番に処理されるよう、注文順に処理を開始します。申し訳ございませんが、現時点でご注文の配達時間を見積もることは困難です。わかってくれてありがとう。シースター S50 でフィルターを使用するにはどうすればよいですかこんにちは。アディ、シースター S50 には3つの内蔵フィルターと、 ソーラーフィルターの追加オプションがあります。将来的には、標準の2インチフィルターに適合するカスタムアクセサリーを装備することができます。シースターにはソーラーフィルターは付属しますかこんにちは、ジョージ。ベッド購入になります。モザイク画像を作成する機能はありますかこんにちは。ジョー。モザイクとパノラマは、将来のプロバージョンで利用できるようになる予定です。ありがとう。 シースター S50 の使用を湿度値60%未満に制限することを推奨しているというのは本当ですかもしそうなら私は買い手として除外されてしまいます。私はルイジアナ州南部に住んでいますがそこでは冬の晴れた夜でも RH 値が70から90%になります。このような状況でも他の GoTo スコープは問題なく使用できます。こんにちはシースター S50 には結露ヒーターが内蔵されており 使用中の湿度が60%未満であることが推奨最適条件に過ぎません。推奨される保管湿度レベルはほとんどのカメラやレンズの湿度レベルと同様です。この望遠鏡で標準フィルターを使用できますかこんにちは。バイロン。シースター S50 には将来的に標準の2インチフィルターに適合するカスタムアクセサリーを装備することができます。3つの質問。1。結露ヒーターは付属していますか ここ、フロリデでは重要です。2. 三脚はどのくらいの高さまで伸ばすことができますか ?3. フィルターは付属していますかそうでない場合は、どのようなフィルターが必要ですかこんにちは。ジョン、ご質問です。1. はい。結露ヒーターが内蔵されています。2. シースター S50 の購入には、8分の3インチの取り付けで、最大高さ 363mm。 最小高さ 274.5mm のコンパクトなカーボンファイバー三脚が含まれています。ネジ。3。3つの内蔵フィルター。暗所、UV-IR カット。プロブレム。デュアル強帯域フィルター。ソーラーフィルターを購入するためのアドオンオクション。本体全体の寸法はどのくらいですかこんにちは。ネリッサ。シースター s 五十自体の寸法は百四十二点五2ける 257mm。賞25、mm、味重量は 2.5kg です。付属の三脚は、八分の3インチの取り付けネジを使用して、最大高さ 363mm。最小高さ 274.5mm です。輸送及び保管の場合、パッケージの寸法は、320×320×160mm。すべ、mm、てを含む重量は 4kg です。利用可能な露出時間と、原因設定は何ですか 他に手動で設定できるパラメータは何ですかパラメータは自動設定されていますかこんにちはビル。ご興味をお持ちいただきありがとうございます。録音時間は10秒。ゲイン90。ユニティゲインに自動的に設定されます。現在、パラメータは自動設定されていますが、将来的には手動設定をサポートするプロバージョンをリリースする予定です。ソーラーフィルターがいつ発売される予定なのか知りたいのですが、 2024年4月の会期日食までに入手できるようになるのではないかと期待しています。こんにちは、ジョン。もちろんです。2023年の金管日食の前には、利用できるようにしたいと考えています。S50 で撮影した写真は、フレームに入れて表示するために、写真用紙に 8×10 にプリントアウトできますかそれとも携帯電話でのみ表示できますかこんにちは、デイビッド。写真は携帯電話で表示および保存できます。 t y p e CUSB ケーブルを介して、写真をコンピュータにダウンロードすることもできます。こんにちは。私は遠隔操作、屋上、山の上を夢見ているので、いくつか質問があります。1。ドキュメントはいつダウンロードできるようになりますか ?2。電話タブレット以外、Linux、Windows など、アプリケーションはいつか利用可能になる予定ですか ?3。SDK は利用可能ですかもしそうなら、いつですかありがとう、トム。 こんにちは、トム。ご興味をお持ちいただきありがとうございます。あなたの質問に従って、1、C、シースターアプリはまもなくアプリストアで利用可能になります。7月予定。2、C、シースターアプリは、Windows 11及び ARM ベースの MacOS システムで実行できます。3、SDK は現在利用できません。GWO がシースターアプリに含めることを真剣に検討している噂の追加機能は、 次の通りです。1。ディザリング。2。モザイクモード。3。マニュアルフォーカス。月などの場合。4。手動回転と移動。水星などの場合。5。ASI Air アプリをエキスパート操作モードとして使用します。こんにちは、クリス。ご興味をお持ちいただきありがとうございます。ご質問の通り。1。ディザリング。はい。間もなく更新されます。2、3ヶ月以内に更新される予定です。 モザイクモード。はい。将来の反復。3。手動フォーカス。月などの場合。はい。将来の反復。4。手動回転と O2。彗星などの場合。はい。将来の反復。5。ASI レアアプリをエキスパート操作モードとして使用します。将来的にはアプリエキスパートモード。申し訳ありませんが。 研究開発プロジェクトの期間を見積もることは本質的に難しいため、現時点では明確な回答を提供することができません。ただし、継続的な改善が行われており、将来のバージョンはすぐに更新される予定ですので、ご安心ください。ソフトウェアには EQ ウェッジモードが含まれる予定ですかあなたはシースター用の赤道ウェッジを素晴らしいオプションのアクセサリーとして販売していると想像できます。 デュアル筐体域フィルターオプションで1分を超える露出を行う場合は非常に重要です。こんにちはルボ。フィードバックありがとうございます。あなたの提案を研究開発チームに伝えます。